それでは、OIST の教授陣を代表し、根本嘉英教授から、本学の量子サイバーセキュリティイニシアチブを紹介させていただきます。根本教授は、理論物理学、量子コンピューター、量子通信、量子情報学の専門で、お茶の水女子大学大学院から博士課程を得て、その後オーストラリアクイーンズランド大学、英国ウェールズ大学研究員を得、国立情報学研究所情報学プリンシパル研究教授、そして2021年9月より OIST の教授としてサイバーセキュリティイニシアチブを率いていらっしゃいます。米国物理学会および英国物理学会のフェローでもあり、今年の3月にはフランス政府より著名な貢献を挙げた文民や軍人に授与される国民功労勲章オフィシエを受賞されました。根本先生は量子コンピューターの分野における世界の第一人者であり、また女性科学者育成支援活動にも積極的に取り組まれており、その貢献が認められております。根本先生、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました根本嘉英でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日のこの日にですね、量子サイバーセキュリティイニシアティブをご紹介できることは大変光栄に思っております。まず最初に、今日はですね、歴史的な日ですので、量子サイバーセキュリティまでの道のりと、はい、すみません、声がこもってしまって、よく聞こえなかったと思うんですけれども、今日はですね、サイバーセキュリティのこれまでの道のり、それから現時点での私たちの位置づけ、そしてこれから先10年、そしてその先へ展望を見てみたいというふうに思っております。でまず遡る、すごい遡るんですけれども、1890年、日本では電話のサービスが始まった時期です。この頃は世の中は鉄鋼業が花盛りの頃でして、でその鉄鋼業の中からですね、一つの物理的な質問がこのあと世界を巻き込んで私たちの生活を大きく変える産業、そして革命に変化していきます。その道のりをですね、ちょっと皆様方と一緒に追っていきたいんですけれども、量子力学の誕生、量子力学はこう難解だということがですね、今でも言われるんですけれども、誕生から半世紀も経つとですね、新しい産業ができてまいります。それが半導体産業、そして少し遅れて光通信産業が出てきます。レーザーとか、あとはファイバー、光ファイバーといった技術を中心としてコミュニケーションの形がどんどん変わっていきます。この半導体技術なんですけれども、私たちは18ヶ月で処理速度が2倍になると、こういうふうに言ってきたんですけれども、この処理速度が2倍になるというのがですね、実際どういう意味を持つのかっていうのはちょっと分かりにくいんですね。でそれで産業規模で見てみるということをしてみますとですね、1957年に世界市場の規模が1億ドルを超えてから10年も経たないうちに10倍になっています。これ2倍ではありません、10倍になっています。でこれで終わりではないんですね。ここが重要なところだと思うんですけれども、この成功がですね、さらに大きな投資を生んで、次の15年でさらに10倍、その次の15年でさらに10倍と、半世紀以上にもわたって非常に急速な発展を遂げていきます。でこの半導体技術が20世紀の終わりになって、光技術と融合することによって、私たちが今使っているインターネットが登場していきます。ここから の目覚ましい発展というのは、皆様も記憶に新しいことと思うんですけれども、私たちが今生活している21世紀は高度情報化社会と呼ばれています。で20世紀を特徴づける一つの表現として、データは21世紀の石油という言い方があります。これは日々
作られるといいますか生成される、まあ、巨大な量のデータ、これこのままでは何もどうしようもないんですけれども、これを処理することによってですね、非常に多様な価値を生み出していくことができる、これが世界全体を動かしていくと、そういうふうな社会に変わってきているということです。ところがこの処理をするというところで、私たちはこれまで半導体に頼ってきたわけですね。半導体の技術の成長を期待してそこに頼ってきたわけですけれども、実はこれは終焉を迎えているということが原理的に分かっています。でこのようにですね、今私たちは半導体の技術の成長の終焉であったりとか、また全てのものがネットにつながることによって、セキュリティやプライバシーの問題ということが新しい社会への脅威として生まれてきているわけです。またこれらの非常に高度な技術を支える人材の不足ということも世界的に言われています。でこういった危機に対して、この危機を逆の発想でですね、飛躍的な発展に変えるということが期待されているのがこの第二次量子革命で、このなんていうんですかね、この逆転の発想こそがですね、世界の期待するところなのかなというふうに思います。で実際にこれらの技術どういったものがあるのかというのを少し細かく見ていきます。そうしますと、量子コンピューター、これが一番有名といいますか、よく知られていると思いますけれども、圧倒的な計算力を誇るということで非常に大きな期待があります。また長い長期にわたってですね、高いセキュリティを保つ量子暗号の技術であるとか、または今まで測れなかったものを測る、見えなかったものを見るという量子センサーの技術、これもですね、すべての科学と技術の基本は測ることです。測って見えないものものを元にした科学とか技術というのは成り立ちません。つまり今見えてないものが見えるようになるということは、そこに無限の可能性が眠っているというふうに考えることもできるわけです。でこのように、多様なコンピューターだけじゃなくてですね、 ICT 全般にわたって非常に大きな期待がかかっているわけですけれども、今私たちはどこにいるんでしょうかということを少し見ていきたいと思います。2019年に Google 社が発表した54量子ビットの量子コンピューターというのは、量子コンピューター開発の上で一つの大きな金字塔でした。でこれがどこがすごいかというとですね、それまでは5量子ビット、6量子ビットというのはあったんですけれども、54をいっぺんに動かして情報処理をするというような、そういうものは初めてだったわけですね。で この54量子ビットがどう圧倒的に計算能力があるのかというのを、ちょっとここで皆さんと一緒に見ていきたいんですけれども、量子コンピューターの中にこう仮想なネットワークができているんですね。この仮想なネットワークの大きさと現在私たちが解析に使っているネットワークの大きさを比べていってみましょう。例えばツイッターであるとか、COVID でもよく話題になりましたけれども、人の動きですね、人流のネットワークを詳しく解析するときには、だいたい100万個のノードを持つネットワークを解析します。でまさかこんな大きいものは無理でしょうと思うんですけれども、いやそんなことないんですね。量子ビットで換算するとたったの20量子ビットです。まだ半分にもいきません。じゃあもうちょっと大きくして1億個だったらどうでしょう。これもですね、まだ半分にしかいかないんですね。じゃあドーンといってですね、全世界の IoT デバイスの数、これが作るネットワークだったらどうでしょう。さすがにこのぐらいは大きすぎるんじゃないかと思うんですけど、実はまだ足りないんですね。じゃあ量子ビットって大体どのぐらいなのと言いますと、人間の脳の中にあるニューロンの数が作るネットワークと大体同じぐらいの数があると言われています。このようにですね、量子コンピューターというのは潜在的な能力を秘めているわけです。ただここで言っておかなきゃいけないのは、この能力を私たち今まだ手にしておりません。ここにあるということは分かりました。で、54乗量子ビットを動かすということもできました。でもこの計算能力をまだ引き出せてないんですね。で、これを引き出すにはまだ長いこれから研究開発をの努力を続けていかなければいけないということが言われています。で、一方でこの計算能力をですね、サイバーセキュリティの方から逆の側ですね、攻める側じゃなくて今度は守る側から見るとどうなるかというと、すでにですね大きな脅威になっていると言われています。暗号の専門家に言わせると、
もうすでに始まっているというんですね。なので今からですね、ポスト量子とか量子政府とかっていうふうに言われてますけれども、量子技術はもう来ている、そして明日はあるかもしれないという考えのもとにですね、サイバーセキュリティというものを開発していく必要があるということです。例えばですね、明日どこかでですね、地球上のどこかで量子コンピューターが開発されたとしますと、もうその日から e コマースは完全停止します。その時に日本の原子力発電所は本当に安全なんでしょうか。また病院のデータはどうでしょう。もしですね、そこに個人の遺伝情報が入っていたら、その人のプライバシーだけではなくて、その人の子孫何代にもわたってプライバシーの侵害が起こりかねません。また交通機関はどうでしょうかと、いろいろなものが今ネットにつながっている時代、量子の危険性も考えたサイバーセキュリティの開発ということは非常に大事になっているというふうに言うことができます。でここでOIST の奇跡の10年と私は呼んでいるんですけれども、先ほどのお話にもありましたように、やはり何もないところから世界最高瞬時の研究のための大学院ができてきたというのは非常に奇跡的なことだというふうに私は思っています。でここにはですね、私20年近く大学で、日本の大学でやってきましたけれども、本当に日本の大学にはない素晴らしいことがいくつもあると思うんですね。それはもちろんその世界最高水準の研究であり、で高い学術性であり、または学者のリーダーシップでありと、いろいろあると思うんですけれども、全体の総量で見るとですね、まだまだなんですね。要するにインパクトとしてはすごい高いものが出ている。ただ規模はすごくまだ小さいので、総量で見ればまだまだかなと思うわけです。でその次のステージ、私はここの次のステージのところからちょうど、OIST に来たのかなというふうに思っているんですけれども、 OIST でしかできないことっていうのがたくさんあるなということに惹かれて OIST にやってきました。で、まあ、そうは言ってもですね、世界を見れば世界最高水準で研究している大学というのは、まあ、数あるわけです。その中でなぜOIST を選ぶのかということをやはり考えておかなきゃいけないと思うんですね。で実はですね、これは学長には内緒なんですけれども、OIST からお話をいただいたときに、その後海外の小大学からもお話をいただいて、私実はすごく迷ってしまうんじゃないかなと一瞬思ったんですけれども、そんなことなかったんですね。OIST でやってみようという、そういう気持ちは変わりなく、でそれは何でかな。で皆さん、ハイトラストファンディング、もちろん大事なことです。それから豊かな学際性、これももちろん大事なことです。でも決定的に何が違うのかって言いますと、OIST にしかない挑戦があると思うんです。それは先ほど申し上げた世界最高水準の研究を実際にできていながらですね、発展途上なんですね。つまりこれから成長していく、そういう大学なんですね。でそれは非常に世界を見ても非常に稀である。でこれを投資的な考えから見ると、ここに投資をしないということもありえないんじゃないかなと、こう思ったわけです。それで、まあ、私自身としては投資するものはありませんから、私の人生をですね、ここに投資して、でここで、量子サイバーセキュリティを引っ張っていこうということでやっております。で実際に量子サイバーセキュリティでの挑戦、何を挑戦していくのか具体的にですね、ここに挙げてみました。まずゲームチェンジを起こす新しいアイデアですね。でこれは非常に大事です。今 IBM で Google でと言われていますけれども、まだその半導体産業の量子版が何になるのかっていうのは私たちにまだ分かってないんですね。つまりこれから私たちは数々のゲームチェンジを乗り越えて、で産業を作っていく、でこれの元になるですね、新しいアイデアをふんだんに出していくということが非常に大切です。で私たちはすでにそういうことをやってきました。で私たちは実績でも自信でもアイデアで世界の一歩先に行くということをやっております。で新しい分野もそうですね、今までになかった分野を作り出していく、こういった先駆的な研究というのが非常に大事だというふうに思っています。こういうことをやっていくことによって、日本の強みとか
そういうものもですね、量子情報の中から出てくるというふうに思います。で、またですね、これはちょっとここに例に挙げさせていただいたのは私のユニットからのものなんですけれども、世界からですね、優秀な頭脳が集まってくるということも非常に重要です。これは多分お人としかできないと思うんですけれども、量子サイバーセキュリティの主要な分野で世界からの頭脳を集めてきて、ここでフュージョンを起こす、そういった研究開発というものができていくのではないのかなというふうに思います。で、最後に人材のエコシステムということを挙げさせていただいたんですけれども、今年度より量子イノベーション拠点の一つにOIST を選んでいただきました。で、ここでですね、国内の連携も深めて、さらに海外との連携も強めてですね、国際協力、これもう絶対必要だというふうに言われています。で、これを強化していく、それを、そしてOIST からそれをですね、日本に広げていくということをしていきたいなというふうに思っています。で、これなんですけれども、もちろん私たちはこれにコミットしています。準備もできています。実績もあります。でもですね、これただではできないんです。ということでですね、ここを次のステップに行くためには、私たちと一緒にやってくださる、応援してくれる方々、投資してくれる方々、ぜひとも必要です。今までもですね、多くの良いアイデアが日本の基礎研究から出てきました。でも日本はそこすごく潔いんですね。ああ、できたの、よかったね、素晴らしいねって終わってしまうんです。そうじゃないんですね。それを次につなげていくっていうことが非常に大事なわけです。それをね、ぜひとも皆さんと一緒にできたら素晴らしいなというふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。